2 2 9 1 2血質症候群は遺伝子異常に起因する奇形症候群の一つ。かつてはキャッチイコール22症候群として知られていた。なお、有名なディジョージ症候群は本症候群の一部である。2 2 9 1 2血質症候群は第22番染色体長腕9 1 1 2領域の微細血質を原因とするもので、 第3、第4最急に由来する複数の臓器の発生異常や危険を特徴とする。本症候群においては、心血管異常特有の顔形共戦、定型性酵外列低カルシウム血症という5つの主要症状を呈する。キャッチイコール22症候群という通称は、これらの5症状の頭文字と、 原因が第22番染色体にあることから付けられた通称であると同時にジョセフ・ヘラーによる不条理小説キャッチ・コール22の題名と意図的に合わせたものとされるがこの後には俗語として逃れることができない窮地という意味もあるため現在では2291点に血質症候群と呼ばれることの方が多いまた強生定型性症状については 理常時症候群、その他の症状については、塩水動脈管異常化を形症候群や、軟膏外膜、心臓、顔症候群と呼ばれることもあり、特に理常時症候群の名前は、頻繁に使われる。本症候群の確定診断は、染色体 G バンド法あるいは、フィッシュ法による染色体 22Q11.2 領域の血質の証明によって行われる。 問題となる症状とそれに対する治療方針は、下記の通りである。ありがとうございます。